皆さんこんにちは。こんにちは。バンダイナムコエンターテインメントの古谷と申します。ナルティメットストームトリロジーが全世界で発売を迎えたことを記念しまして、こちらのナルティメットストームシリーズ、ナルティメットシリーズの、制作スタッフによる座談会を今回は開催させていただきたいと思います。ということで、こちらの皆さんに集まっていただきました。はい、ナルティメットシリーズ開発を行っておりますサイバーコネクト2代表の松山でございます。よろしくお願いします。ナルティメットストーム1、2、3のプロデューサーをやりました佐々木さめです。よろしくお願いします。はい、バンダイナムコエンターテインメントで、ナルティメットストーム4と、ローントゥーボルトのプロデューサーをさせていただきました中川です。よろしくお願いします。はい、はい、ナルティメットストームトリロジーが、発売を迎えたということで、なんとプレイステーション4でナルティメットストーム1、2、3、そして4とロードトゥーボルト合わせてナルトの物語すべて、さらに劇場版のボルトの物語まで、プレイステーション4で遊んでいただけるようになりましたということで、なぜこのストームシリーズが生まれたかについてぜひお話をいただけないでしょうか。ストームシリーズなぜ生まれたか、はい、難しいね。ストーム1って実を言うと、最初に発売したのは北米欧州だったんですよね、日本で出なかったんですよ。ナルトってやっぱこう漫画原作があってテレビアニメがあってそれからゲームソフトだったんだけども、やっぱね日本が先行してたから、日本でアニメーションが放送されゲームも発売しだったんだけども、アメリカやヨーロッパでのアニメの放送がねなかなか決まらなくて、で決まった時はちょうど3年遅れ、ここで仕切り直し含めて少年編からちょっとやり直しましょうということで PS3 で新たに作り始めたのがもともとこのストームシリーズのきっかけ。最初にあの北米欧州でそれで発売して、でそしたらすごいやっぱ評判が良くて、もうこんなゲームは見たことないと、まるでアニメが動いてるようじゃないかっていうすごいね日本のユーザーから言われまして、お叱りを受けまして、これは日本にもちゃんと出さなきゃいけないなっていうので、ちょっと遅れてね、結果的には発売したんですけど、それはそれであの、大変ご利用いただきまして、はい。これ、ストームが、この4、さらにロードトゥーボルトまで、こちら、たくさんの作品、ストームシリーズが生まれたと。そうですね。ですね、で本当にね、ストームシリーズって、この区切りがすごい素晴らしくよくできていて、これ少年編が終わったじゃないですか。で、これペイン、ストーム2でペインに関して終わったじゃないですか。で、ストーム3で、2回大戦のところで終わって、そしてストーム4で完結みたいな、いい感じにね、ちょっと繋がってるんですよ、ストーリーとともに終了というか完結を迎えた。ほんと綺麗にワンツースリーほどに4作になってるので、それがね、今だと PS4 で、そうですね、日本で遊べますからね。そう、何度も言いますけど、ここ日本で全部遊べてしまいますね。4本関係ないですから、日本でいいですからね。日本でいいですからね。そうですからね。今回私の方で制作現場の、より制作の現場の方々のお話をお邪魔させていただいてお話を聞いていきたいと思いますので、そちらの映像もこの後ご覧いただけるのでご覧いただきたいと思います。はい、では映像の方どうぞ。どうぞどうぞ。記念すべき第1回ということで、プレイステーションプレイステーション、びっくりやなこれ、ごめんなさい、本当にごめんなさい。こちらの制作スタッフの皆さんにお集まりいただきました。どうぞこちらご紹介の方お願いいたします。ナルティメットシリーズ開発を行っておりますサイバーコネクト2代表の松山でございます。今日はよろしくお願いいたします。そして、はい、私はナルティメットヒーロー1、2のプロジェクトリーダーをやっておりました磯部と申します。本日はよろしくお願いします。私はアクセルシリーズのプロジェクトリーダーをやっておりました石橋と申します。よろしくお願いします。ナルティメットストームシリーズのプロジェクトリーダーをしておりました西川由紀です。よろしくお願いします。今回はこちらのメンバーで、ナルティメットシリーズについて語っていきたいと思います。プレイステーション2のナルティメットヒーローから始まりまして、こちら最新作のナルティメットストームトリロジープレイステーション4まで、こちら数々の作品が、こちら発売されております。いろいろと昔のものから振り返っていきたいなと思います。まあ初めてのことだらけでね、すごいこう大変やったね。もう一番最初にもうゼロからその新しいものを、新しいバトルシステムを生み出していくっていうところで、やっぱり生みの苦しみはありましたよね。キャラ数少なかったもんな、怒られたな。いっぱいあったけどな、コミックシェーディングとかさ。そうです、そうです、ね、あの漫画風の掛け合いのシェーダーを作ったりとかね。当時の CG からしたらすごいなんか漫画が動いてるみたいな感じの感覚で、それをね、特徴的で革命がありましたよね。アクションとか忍術とかグラフィックとか本当に特徴のあるものが多くて、やっぱりユーザーからしても
まあ、そういったところに魅力を強く感じていたと思うんですけども、作る際にそういったところでなんか苦労ですとか、こういうところはやっぱり見てほしかったみたいな、そういう思いとかってありますかね。そうですね、やっぱりあのメインのバトルシステム、はい、スピーディーにこの忍者っぽいバトルができるっていうこのゲームシステムっていうのは、はい、やっぱりあのゲームはあまりやらない人でも、簡単に、そういった、なんていうかな、スピーディーなアクションを楽しめるとかいうアクションですね。そうですね、そういったものを大事に作ってきました。はい、でかなりやっぱりあの手触り感も、いい感じになって、もうプログラマーともあの、はい、すごく時間をかけて詰めたんですけども、結果的にはいいものが出来上がったなと思ってます。少年編が終わって、まあ、青年になったじゃないですか。うん、であのまあ、木の葉の里に帰ってきた時に、うん、木の葉 の電柱に立って、はいはい、あのシーンがあるんです。懐かしいのシーンだよ、うん、あれをまず再現したくて。そうやね、はい、そうそう、そうそう、そうそう、無理してあのグラフィック、あの木の葉の里の街並みの奥行きな。もうあれ専用に作りました。作ったもんな、あのカット専用にな、1枚だけの。もう遠くの方とかもう絵の描き分けですからね。じゃないと無理無理無理、あんな PS2 であんな描画できない、表現しきれない。そうです、だからアニメでよく使われるカメラマップとかっていうその手法とかも、はい、実はもう PS2 の頃から我々取り入れてて、背景の街の作り方もちょっとこう、まあ、なんでしょう、 2.5D の先駆けじゃないですけど、やっぱりその立体は作ってはいるんですけど、カメラ固定で、うん、狭く見えないようにするとか、はい、まあ、それでもやっぱその街中を楽しく探検できているような、あのやっぱ背景の作りとかっていうのはやっぱ工夫して作りましたね。それは、うん、そこも結局やっぱこっちに今考えると生きてきてる。まあね、当時の技術で描ききれないようなそういう描画物とかも、そうですね、工夫凝らして背景班にはだいぶ嫌がられましたけど、ね、ヒーローシリーズまではコミックシェーディングなんですけど、あのアクセルシリーズからちょうどこれ3年経ってるじゃないですか、3年経ったところで、はい、アメリカやヨーロッパでナルトのアニメの放送が開始されたんですよ。はいはい、海外。それまではね、あの日本でしかアニメやってなかったから、なのでこれからナルトは世界中でアニメが放送されるわけやから、はい、コミックシェーディングではなく、こっからはアニメシェーディングにしたんですよ、うち。あー、世界のお客さんが受け入れていただきやすいように。そう、だからだいぶ印象も違うし、はい、まあ、後のね、ストームシリーズの超アニメ表現につながる、はい、いわゆるノウハウっていうのはこのアクセルシリーズから実は始まったんです。そこが起点だったんですね。PS2 のキャラクターのモデルをリダクションするところから始めた。そうですね、あの PSP がちょっとマウスのアスペックがありますので、表現力とか違いますね。 PSP で快適に動くようにポリゴンのリダクションであったりとか、あとゲームモードに関しても携帯ゲーム機なんで、はい、あの 3D のフィールドをぐるぐる歩き回るのではなくて、どっちかというとあの、まあ、ちょっとしたあの 2D 上であのダンジョン探索タイプやね。そうですね、そういったようなものが、はい、あのコロナ禍のメインモードとして入ってて、まあ、携帯ゲーム機としてはあの、まあ、信じられないぐらいのやり、あの遊びプレイボリュームですね、はい、これはあの実現できたかなと思ってます。あの今でもですね、あの非常にあの人気が高くですね、はい、あの遊んでいただいたお客様の感想とかを聞くとですね、あの面白かったと言っていただけるのがすごく嬉しいなと、実際他はもう据え置きでしっかりと置いてコントローラー持ってプレイしていただくっていうのが基本ですもんね、ナルトネットシリーズは、はい、そこでポータブルなのでお友達外に持って行って一緒に遊ぶこともできますし、そういった魅力もやっぱり詰まった作品なのかなって思いますよね。今回のナルティメットシリーズの振り返りはここまでとさせていただきます。次回はナルティメットストームシリーズの魅力をたっぷり伝える回となりますので、ぜひご覧ください。ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。